ロニースーイコールボアは、フランス、イルドフランス地域圏、セーヌ・サンドニ県の都市、パリの東部に位置し、ポルト・ド・バニョレイより、およそ9キロメートル離れている。ボビニーの8キロメートル南東、マルヌ・ラバレの4キロメートル西である。1905年の絵葉書、ノジャンテ鉄道のトラムが通っていた時代によって地名は、移り変わった。1163年には、 リーダム・イトムやラダナ・ヤカム、13世紀には、ローネーを、ローニオ、ロドニオ、1344年には、ローニー、15世紀に、ルーニアッコ、1740年にはローニであった。メロビング町時代に村があったことは、サントジュヌビエブ教会近くから出土した遺跡で証明されている。1163年当時、村はパリのサントジュヌビエブ修道院に属していた。 修道院は、毎年フランス王に6羽の白い画帳を収めていた。1291年に書かれた写本によると、聖ジュヌ・ビエーブの聖遺物は861年の、ノルマン人襲来の際ロニースーイコールボワに隠されていたという。少なくとも1640年代から石膏が、ロニースーイコールボワで採掘されていた。この採掘は20世紀に入って廃止された。 採掘現場の上に立った家が崩壊するなど、傷跡も残した。古い石切り場は、現在私立公園となっている。1852年にパリミュルズ間の鉄道路線が、開通すると、1856年に、ロニースーイコールボワに駅ができた。1920年代、労働者階級用の集合住宅が作られた。1973年、 ロニーニという大ショッピングモールが誕生した。ありがとうございます。